この駐車場は入庫時に500円でチケットを購入。そのチケットをダッシュボード上に提示し、24時間500円で駐車可能。なのですが。これは正しいチケット。撮影時の時刻、4月4日22時30分頃が表記の時間内の途中です。期限切れチケット。満車なのに枠のない箇所へ駐車。期限切れチケット。チケットがありません。期限切れチケット。隠しているようでした。最下部の領収日時が24時間以上前です。置いてあるのは先月のチケットです。またチケットがありません。裏向きで有効かどうかわかりません。過去のチケットがいっぱいでした。有効なチケットが見当たりません。このチケットも裏向きで有効かどうかわかりません。今回の映像はご提供いただいたのですが、撮影者さん曰く、この車は数ヶ月前からチケットを置いているのを見たことがないとのこと。車検を受けるお金はあるのにね。チケットでも、駐禁チケットではここには駐車できません。期限切れチケット。またチケットがありません。レンタカーで46時間以上前に発行されたチケットです。まさかの券売機を塞ぐ駐車なのに、この車も期限切れチケットだったそうです。手のサイズは約22センチらしいので、30センチ未満に寄せられていそうです。撮影者さんはどうにかチケットを買えたそうですが、いつも同じ車が何台もあるので気になってチケットを見てみると、不正だらけだったので撮影されたとのことです。再び4月5日8時ごろ。相変わら
ず有効なチケットを掲示していない車がたくさん駐車しています。ちなみにこの駐車場の駐車区画が30台ほど。約10時間前の映像を見る限り、半数の16台の車が有効ではないチケットを提示して駐車している状態。この駐車場は市営住宅に隣接し、もともとは市営住宅の駐車場だった場所。なので土地の所有者は大阪市かもしれませんし、管理委託先がパーキングの会社かもしれません。もしかするとこの駐車場の売り上げも大阪市の財源になっているかもしれませんね。3月8日のヤフーニュースで、3ヶ月で50回コインパーキングを不正に、駐車した男が威力業務妨害の疑いで逮捕されたとのニュースが出てきました。時間貸しの駐車場は駐車した段階で契約したとみなされ、料金を支払わなければ犯罪です。そういえば姫路バイパスの姫路サービスエリアで、サービスエリアを利用しないのに駐車する人が多発し、SA の利用者が駐車できないという内容のニュースが話題になりましたが、これも弁護士さんに聞くと、刑事で威力業務妨害罪と民事で損害賠償は十分あり得るとのことでした。今回のパーキングでも不正利用している人は威力業務妨害プラス損害賠償かもしれないですね。撮影者さんに刑事事件の証拠映像なので提出するよう進めようと思います。それでは本日はこの辺りで、ぜひぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。